日本最北端の北海道稚内市に1日、コンビニ大手のローソンが初出店した。市内のコンビニはこれまで、道内を中心に展開するセイコーマートだけ。全国大手のコンビニは100キロ以上離れた地にしかなかった。全国ブランドの進出に、店の前には開店前から行列ができ、期待が渦巻いている。オープンしたのはローソンの稚内栄5丁目店と稚内駒取5丁目店の2店舗。午前8時のオープン前から、両店前には100人を超える待ちきれない市民らの行列ができ、オープンすると早速、混雑する店内でお弁当やスイーツなどが飛ぶように売れていった。開店前のセレモニーには副市長らがテープカットに訪れ、福袋も販売される盛り上がりぶりを見せた。午前5時半から並んだという松本健と39はセコマしかなかった土地でローソンを見るのはとても新鮮と感動していた。SNS ネット交流サービスでもまさか自分が生きているうちに、稚内にセイコマ以外ができるとはなどの声が相次いでいる。両店は店舗資材に動産木材を使った。25日には市内3店舗目が開店する。道内のローソン各店は1日から宗谷オホーツクフェアを開き、利尻昆布ラーメンなどを販売する。セイコーマートの方がいいじゃん。ええ話や。2年ぐらいで撤退するんじゃないかな。セイコーマートに失礼だろ。稚内の人らって、仕事何があるの？ろくな就職先なさそう。そして、さっぱり稼げなそう。タコ漁が盛んだから漁師はお前より多分金持ってるよ。わかんない。漁師は会社乗りまくってるのに。セイコマの方が10倍いいと思うけど、それな。これな。道外だから行ったことないけど評判は良いよね。2つ並んでたら 100% セコマに行く。この時代に、コンビニに長蛇の列とは異様な光景。そんな珍しいのか。ローソン出店で話題になる地域には住みたくない。島根県はスタバができたのと、鳥取県はセブンイレブンが来ただけで、地元のニュースになったけど、呉市広島県は吉野家出店で話題になってたな。県内には腐るほどあるんだけど、とんでもねえ田舎だ。ブルーボトルに行列を作る東京人のようだ。ローソンは半額になってからが勝負。ローソンで行列できるんならセブンイレブン来たらパニックになるんじゃないか。揚げ底弁当で。くさ。ローソンは稚内開店おめでとう。東京で飲む、いつもの味。僕にとって新鮮味がないことが、成功の証だと思う。うちの最寄りのコンビニはマイバスケットに駆逐されちゃった。ローソンは北海道が本社なんだっけ？東京だろ。昔、関西行くとローソンだらけでてっきり本部関西だと思い込んでたわ。大英系列だったから関西強かったけど今は三菱商事が親会社だし。やっぱそういうルーツありきなのな。道民ならセイコーマート一択。ミニストップが広島にも来てほしいわ。広島には最強のポプラあるだろ。逆に都内にセコマできたら行列できんだけどな。だから笑えねえよ道民を。ねえよ、たかがコンビニにそこまでの話題性などない。お前セコマ行ったことあんの？ローソンおにぎり温めますか？近所のセブンにおるベトナム人の兄ちゃんにスケロク温めますか？って聞かれたわ。猫感買って、お箸つけますか？これ聞いたことあるけど、ネタだよな。う、つけるのは箸じゃなくてスプーンだよな。楽しそうで何より。ローソンはまだ北海道に食い込めてるが、ファミマは北海道の右半分には存在しないんだよな。セコマが圧倒的すぎる。こっちからしたらセイコマの方が羨ましいのにな。セイコーマートは独自に安い飲料水も出してるからとっさに買うときありがたい。人は身近にないものほど価値高くなるからな。しばらくしたら飽きられて潰れるんじゃね。無職になってもセコマの120円パスタや焼きそばだけで生きていけるからな。セコマは庶民のセーフティネット。あれ100円だったよね。よく作れたな。商品供給できるんか。セイコーマートは商品供給ルートがあったから北海道制覇が容易だった。セブンイレブンはビフ課長が北限だったな。やったなローソン。俺のおすすめは唐揚げくん。でもセコマの方がはるかによくね。セイコーマートはら、北海道民はあんなのが誇りなのかよ。辛いな。庶民なのですみません。でもセイコマあればローソンなんていらないだろ。セイコマがあるのにわがままなことだ。わかんないな。選択肢が増えるのはいいことだろ。大手コンビニは金持ちが行くところ、セコマは120円パスタを愛する庶民。住み分けができてるだろ。北海道の24時間営業ってクマ怖くないのかな。落ち着いてセブンが来ても都会の仲間入りではないから。コンビニなんてどこも大して変わらねえよ。味は個人の問題として値段が全く違うで。と底辺の低所得者にはセイコーマートが絶大な人気。金持ってる奴らも結構行くけどな。草他のコンビニよりコスパや品揃えも良い。 Google マップで見ると稚内マジで何もないのな。北海道は満足度トップのセイコーマートがあるだろ。どこの誰の悲願笑いだよ。セコマしかないから仕方なく使ってるだけで、ローソンみたいな大手来たらそりゃみんなそっちに行くだろ。出張で札幌行くと迷わずセコマ行くけどな。セブン、ローソン、ファミマは家の近くにあるので目先変えたいし、何よりもレジ
袋をわざわざ買わないで済むのが素晴らしい。それはお前が本州人だから物珍しさで利用してるだけだろ。セイコーマートマート単独は飽きてきついのよ。昔ケンタッキーで来た時は周辺の道路に渋滞起きた。店舗が豪雪に頼る形だよな。派手さよりシンプルを優先。前に札幌市内で老朽化した施設リフォームしてコンビニ始めた店舗が雪で潰れたってニュースあったな。セイコーマートは惣菜とかアホみたいに安いからな。カテゴリーが違う。全部スーパーで売ってるだろ。ググったけどセイコーマート2方がすごくね。他の店とほとんど品揃え変わらんやろ。唐揚げくんくらいか。これがローソンか。で翌日からセイコーマート使いに戻るんだろ。コンビニ競争は詰まるところ値段だからな。都内と違ってローソンじゃ厳しそう。オウムみたいなクソ田舎ですら定着できたんだからもっと人口多いわっかないなら余裕だろ。ほとんどは北海道内に出店してるのに、セコマは全国レベルの人気投票でも第一位。他のコンビニにはないサービスがいっぱいあるからね。撤退するやろな。よかったね。もう大体便利さも整った。ありすぎても逆にあれだしね。九州はポプラしかないと聞いたけど向き数百メートル単位に何らかのコンビニがある日本が異常なだけだけどな。都会人ぶってるやつが必死にマウンティングしてる。コンビニが一軒もないエリアなんか日本ではそこら中にある。周りの市町村にローソンはないよな。商品供給を本当にどうしてんだ。旭川あたりから運ぶんか。しかも一気に2店作ってセイコーマートもあるから供給オーバーじゃないのか。旭川から運ぶんだって。いざって時のために稚内の店舗は3日分は備蓄できるようにしているらしい。喜んでるみたいでよかったじゃん。涼しいんだろうな。今何度？24度くらい。昼間でも30度とかいかないよね。最高。この日を何年待ったことか。てかセイコーマート1店くらいこっちにくれよ。うち札幌の端っこだけどなぜか徒歩10分圏内にローソンとファミマとセイコーマートが同じくらいの距離に揃ってる。客奪い合ってよく潰れないな。うちは徒歩10分圏内にツルハとサスドラとサンドラップとコープドラップがひしめいてる。よく潰れないなと思う。すぐに飽きると思うよ。ローソン飯まずだからセブン降臨ならいろんなものが変わったかもしれないが、厚底ブーツでいかにセコマが神か思い知るだけじゃね。選択肢がないんだからローソンに行くだろ。ローソンはコラボの時だけはありがたい。オラが村にローソンが独占だったのにセコマかわいそう。ローソンがセコマに勝てる要素はない。採算が取れないのにこんな偏僻な場所に作るのか。ロールケーキ通過。勝てる要素だらけだう。セブンもローソンもファミマも近くにあるけどセイコーマートはねんだわ。大してうまいわけじゃないのによく100円焼きそばや焼きうどん買って食ってたな。採算取れるのかね。特に冬場。なぜ冬場は採算が取れないと思った。コストかかるじゃん。そもそも北海道は人口の減り具合が半端ないからな。とんでもないペースで人口が減りまくってる。このローソンも果たして何年持つかね。ここでバイトしたら人気者だな。海産物が美味しそうなイメージだよね。わっかないわ。水だこうまいよ。水だこ本州のゆでだこの寿司とか食えたもんじゃない。寿司のタコは水だこの生に限る。ちなみにわっかない民にはセブンの弁当や惣菜をお土産として持っていくと強烈に喜ばれる。わっかないに5年ほど住んでたが今は千葉にいてセイコマが懐かしい。俺としてはこっちにセイコマを出店してほしいくらいだ。茨城に移住しろ。ポテトも唐揚げもセコマの方がうまい。というか PB が優秀すぎなんだよな。セコマ稚内はマジで仕事がないからな。だから中小の商店や企業は倒産撤退しまくりで若者はもちろん札幌や東京などの都市へ逃げ出す。落ち着いて考えてみてほしい。そんなにすごいことだろうか。稚内にとっては革命。20世紀だろこれ。ここのコンビニ補充配送の人大変でかわいそう。北海道ってそんなに田舎だったっけ。札幌以外が壊滅状態。今後人口が増加に転じる見込みのある自治体は札幌以外ゼロ。奈良公園のように鹿が歩いてるって聞いたけど本当？エゾ鹿だからクソでかい。山道は普通に出るよ。セコマ民の結束は固い。セコマの筋子のおにぎりが具沢山でボリュームあってめちゃうまい。ローソンの筋子も昔はボリュームあったんだがな。結局唐揚げくんよりセイコマのフライドチキンが3倍うまいということを学ぶだけだ。裏切りのミーハーがセコマの方が良いと気づくだけやろ。そうなんだよな。これが地方過疎化する地方の現実。地元のどんなな伝統ある商店街よりセブンイレブンローソンファミリーマートが魅力的なんだよな。仕事がねえんだもん。そりゃいくら稚内が故郷だろうと未練なく捨てて都会へ出ていくに決まってる。それでも残るのは一次産業の跡取りだけだろ。北海道の一次産業の跡取りは金持ちばっか。北海道じゃなくても全国どこもそうだろ。特産品があるところは裕福なところ多いよな。セコマはオーナーや店員が押し付けがましかったり態度でかいから嫌い。うちが地域の経済を握ってんだぞ。うちがないと生きていけないだろみたいな。全国チェーンの営業スタイルの方がいい。あーやっぱり地元ブリブリ始めてるのか。草おそらくはポプラやスパーあたりと同じ運命をたどるな。すごいよくわかるんだけど安キャラなんでもいいってやつらには響いてないと思う。特にここごちゃんだから。ローソンに行列して何買うんだ唐揚げくん。やっぱり予想通りセイコーマートスレになる笑い。あ、セコマの話ね。ローソンは普通。意外とセコマ人気あったんだな。日本にもこんな未開の地があるとは。北海道は田舎なんかじゃない。辺境なんだ。
セコマになってローソンに売ってるもので評判いいのなんなんだろうな。フランクフルトは良かったが解約してから買ってない。なんかのアニメコラボグッズの売れ残り。まあ選択肢が増えるのはいいことだな。先週北海道のセコマ行ったら、ワインの在庫が酒屋並みだった。元は酒屋の連合だから、そりゃそうだ。実際、200円ぐらい出しても他のコンビニだと小さいおにぎりしか買えないのに、セコマのホットシェフなら倍くらいのおにぎり買える。都内でやってくれ。できるならな。一時随分ロールケーキがもてはやされたから買ってみたけど、スポンジが山崎パンだった。ゴディバコラボのクソ高いのも買ってみたけど、スポンジが山崎パンだった。素直にハーゲンダッツ買えばよかったと後悔した。山崎パンで良いじゃん。ドンクでも食うか。さすがに600円のケーキでスポンジが山崎パンってひどすぎるよ。もうちょい真面目に作れや。600円ならそんなもんだろ。貧乏人か。ケーキ屋の600円のケーキのスポンジはちゃんと卵の味がする。一気に2店舗同時に開店するメリットある？1店舗で十分な気がするんやけど。物流考えたら複数出店しないと意味ないのでは。おそらく有数の効率性から考えて1店舗では配送コストが高くついて採算が取れないと思われる。それか。日本最北のコンビニはどこ？セイコーマートとミーソ店。ローソンの青のカラーってなんか食欲そそる色じゃないから、多少距離が離れてても赤や緑のコンビニに行きがち。個人的に。ローソンは2000年代はエヴァコラボばかりしてたな。悲しいニュース。稚内の市民は悲願だったんだ、そりゃ助かるか。セコマスレと聞いて。出店したのがセブンだったら上げ底スレになっていただろうな。今の値上げしまくり状態で来られてもセコマに負けるだろ。15年くらい前だったらまだ勝負できてたかもしれんが。まあ都市部だとローソンとか飽きてるから、セコマに来てほしいわな。ローソンよりイオンモールとかイオンタウン作ったった方が稚内喜んだんじゃないの。ジェスコでもいいぞ。ジェスコ釧路店への方向と距離を示す看板を立てれば足りる。都民もよく行列作ってるじゃん。まあ田舎にイオンモールができた時のめちゃ小さい班みたいなもんか。でも本当はポプラが好き。弁当屋としてだけど。コンビニ1店立つだけで大騒ぎか。イオンが攻めてきたらどうなんの。攻めてこないよ。名寄だけで東北制覇してる。ロシアかどっかの田舎にマクドができた時にすげえ並んでた映像を思い出した。モスクワ店だぞ。最近、パチモンになった店。あ、モスクワで例のパチドになった店か。あれがそうだったのか。そもそも稚内で24時間営業が成立するのか。ローソンは大手3社の中では24時間じゃない店舗に積極的な印象。営業時間は徐々に縮めていくのが稚内じゃ普通だよ。ローソンブランドの製品とかはトラックが延々40号を北上して運ぶん。冬に交通事情が悪くなっても商品を備蓄できるようバックヤードは広く作ってあるんだってさ。どこかとの共同配送かな。郵便じゃね。ローソンと提携してる。輸送費すごいことになりそうだけど、これから店舗増やすならありだな。なんだこのニュースは。今度見に行くか。なんだろ、この気持ち味わいたい。わっかない、めっちゃくちゃサビれっぷりが加速してるよな。20年前、10年前、たった短期間でも凄まじい勢いでサビれてしまっていってる。30年以上前のわっかないは知らないけど、その頃はさぞかし賑やかだったんだろうなと想像できる。信じられないかもしれないけど、30年前はナンパ町の女の子たちが結構歩いてて結構楽しかった。あの辺マジですごいよ。周りに何もない直線を50キロ走ったらわっかないに着いた。ネットと仕事があればどこでも住める。まあしかしのどかなニュース。嫌いじゃないぜ。いやしかしローソンで感動とか並ぶとかやめてくれよ。かわいそうになるし、もっといいとこ並べって。こんな歓迎されてる。もうローソンは期待に応えろよマジ。5ちゃんでは北海道セコマ。こんだけ人来たら品物なくなるやろ。草バックヤード3倍なので草。ああ、でかいんだ。むしろその稚内のローソンに行ってみたいわ。スーパーは、もともと結構あるからね。アマゾンとか届くの遅そうなのが残念。手数料が高いよな。涼しいんだよ。以前の軽井沢と同等だよ。今の軽井沢は、熱中症で何の意味もない。マジか。軽井沢そんなんなのか。急に、暑くなってきたからね。地球沸騰化の逆戻りは、当分ないと言われている。ところでコンビニって若者か金持ち以外行かなくね。スーパーならほぼ2割は安い価格で買えるのにわざわざコンビニとか行くわけがない。最近スーパーが値上げラッシュでセコマと変わらなくなった。田舎はコンビニ命だからな。まあうちも昔はコンビニなかった。品物ならセコマのが良いと思うが、チケットやらアマゾンの受け取りやらで便利になるのかな。北海道にミニストップないからな。イオン系はたくさんあるのになんでだろ。田舎あるある。なんでもないチェーン店に行列ができる。北海道はむやみに大手コンビニをありがたがらずに、セイコーマートを地元の誇りだと思ってほしいよ。実際、温かい店調理弁当が食えたりして他のコンビニにはない良さがある。レジ袋もつけてくれるしな。もしかして稚内ってカラフトが日本に返還されたら大化けする。せいぜい消化けくらいかも。ソ連崩壊後が金で買ってでも返還できるチャンスだったのにな。しかもおそらく宴会収のおまけ付きで。カラフトにそんな価値あるかな。ならない。北海道にミニストップ作ってほしい。北海道自体にないのか。青森のむつ市が最北。物流の問題だと思われる。地元のコンビニを大事にしないと。コンビニがない地域に大手コンビニできると夜の入金がタダでできるのが便利になったとこだわ。財布に30万とか入れてるのは嫌だし。家に置いておけよ。学生時代は現金30万ぐらい家に置いていた。ちょっとローソン行ってくるわ。コンビニもやっていけるかわからんと思うぞ。
最初は物珍しさで人集まるだろうけど、今後どうなるか。基本は見せないからかわいそうだな。配送費用だけで赤字にならないのか。八丈島にも頼むわ。夢にまで見たローソン。待ちわびてたかなっていいな。副市長のテープカットはさすがに草。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。